はい、そして今日は、最近の私の足のトレーニングの動画を配信していきます。でまず1種目目がお尻の種目になります。ヒップアブダクションっていうお尻の種目になるんですけれども、これをなんで1種目目に入れていくかっていうと、この後にメインの足のスクワットとかレッグプレスとかそういう種目をやっていくんですけれども、そういう種目をやるときに最初にウォーミングアップでお尻に刺激を入れてってあげると、その後の種目でもずっとお尻に刺激が入るので、私は最近は一番最初にお尻の種目を持ってくることが多いです。それぞれその日によって、例えば今日はお尻しっかり狙いたいっていう日と、例えば足の前側、前ももの方を狙いたいなっていう日によって、またそのメニュー組が変わってくるんですけれども、最近は1種目目にお尻の種目を持ってくることが多いです。続いてスクワットですね。スクワットは最近本当にちょっとトレーニングの仕方を変えたというか見直した部分がありまして、以前は結構重量を追って重い重さを持ちたいっていう気持ちがあったので、結構どん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 こう重さにチャレンジしていたところがあるんですが、まあ今もそういう日もあったりするんですけれども、今は基本的にそこまで無理のない重量というか、しっかりフォームを崩さずにできる重量を設定してます。まあ、今日の動画はかなり軽めでやってるんですけれども、前もも後ろ負荷が乗るようなフォームでやっています。なのでこの可動域、動く幅もしっかり出して、まあフルスクワットに近いぐらいまでしっかりと幅を出して最近は動くようにしています。均等にしっかり筋肉を使うっていうことをかなり意識して今はやっています。
そして次が、レッグエクステンションになります。この種目は前ももを狙った、種目になります。よく女性の方に多いのが、前ももはあんまりつけたくないからの筋肉をこうモリモリさせたくないから前はやりたくないんですっていう方も結構いらっしゃるんですけれども、女性が扱う重量で回数が多め、15回とか20回ぐらい目指してやるぐらいの重量設定だったら、そこまで足がすごくモリモリ太くなるっていうことはほとんどないと思います。むしろ引き締まってきてこうギュッと締まった感じの足になるので、私は女性でも前ももをやるのはおすすめしてます。で、筋肉ってこの前側と後ろ側の引っ張り合いのバランスがあるので、どちらかだけをものすごくやるとかっていうのは体の筋肉のつき方のバランスが悪くなってしまうので、しっかりお尻とかもも裏ハムの方をやるのであれば前もバランスよく入れていった方がいいと思います。続いてレッグカールです。これはもも裏、ハムストリングスをメインに狙っていく種目で、これもエクステンション同様をしっかりと均等に足の筋肉を使うために、前側と後ろ側しっかりと、それぞれの種目を入れていきます。レッグカールだけじゃなくてエクステンションとか、全ての種目に共通して言えるんですけれども、結構こうサクサク反動を使ってこうマシンを使ってる方って結構見かけるんですが、それって正直何回でもできちゃうというか、負荷を逃がしてる場所ポイントっていうのが結構反動を使ってるとあったりするんですね。なのでしっかり持ち上げるとき戻すとき、行きと帰り両方とも筋肉に重さを乗せているようにイメージしながらやっていくといいと思います。丁寧にやるっていうことにこう集中すると結構ゆっくりになってきます。こう上げる時も筋肉をしっかり使っている意識をして、下げる時もずっと耐えてる筋肉で耐えてる、この耐えてる時もものすごく筋肉を使ってるので、しっかりこの往復で筋肉を使ってあげるっていうことを意識するといいかと思います。はい、そしてレッグプレスですね。これが結構重さは使えるメインの種目になるかなと思います。今日やっていくのはこの横に
座ってやるタイプのレッグプレスで、45度になっているもの、斜めになっているものもあったりするんですけれども、ジムだと結構横になってるやつしかないところもあったりするので、今日はその横のタイプのをやっていきました。どこを狙いたいかによって重心の位置とか、足幅とか足を置く位置が少し変わってきます。今日は均等に筋肉を使えるように、足幅は、プレートの真ん中くらいに置いて腰幅ぐらいにしました。そして、重心は母子球からかかとにしっかり乗っているようにしました。その重心にするとしっかりとバランスよく前もも裏もも使えるようなフォームになります。なのでその日の狙いによって、足幅変えたりとか重心を変えたりとか、重量の設定を変えたりとかしていくといいかなと思います。この、足のトレーニングを紹介したんですけど、なんだろう、私も今このルーティーンだけっていうことってなくて、例えば今日は前もも狙いで行く、プログラムを組もうとか、今日は、ハム後ろの方とかお尻とか狙ったプログラムを組もうっていう風にして、結構毎回変えてるところが最近はあったりします。で、重量の設定もその日によって少しずつ変えたりしているので、一概にこれが正しいとかこうした方がいいっていうのはないんですけれども、こういうやり方もあるよっていう風に見てもらえればいいかなと思います。今日はもう本当にベーシックに、初めて見ていただいた方でも分かるようなベーシックな種目とかやり方でちょっとやっていきました。ぜひ参考になれば嬉しいです。このトレーニングの考え方として、やんわり今日は足だからスクワットをしようとか、私も今までそうだったんですけど、そういうやんわりなトレーニングをしてる方が結構多い気がします。で、個人的な意見なんですけど、それだとなんだろう、もったいないというか、足でもじゃあ足のどこを狙ってトレーニングをするのか、足の、前ももの外側なのかとか内側の方なのかとか、もも裏でもお尻に近い方なのかとか、そういうふうに、ここをしっかり使えるようにトレーニングをしていきましょうとか、このピンポイントで、私の場合は結構お客様に指導させていただいているので、それは足だけじゃなくて、例えば背中でも、背中のどこを使えるトレーニング、この広がりの部分のトレーニングをしていくのか、こう背中の立体感を作るトレーニングをしていくのかっていう風に、パーツでもそのざっくりじゃなくて、しっかりとこう細かく分けながら、トレーニングの、メニュー組みをしています。なのでぜひね、私は、エニタイムの秋葉原店と東銀座店で、パーソナル受け付けておりますので、ぜひなんか今までトレーニングしてもあんまなんか変わらないなとか、もうちょっとこれ以上のワンランク上のところになんか体をしていきたいなとか、そういうお悩みとかある方、体験トレーニングもしてますので、1回だけでもトレーニングも受けていただけますので、ぜひ詳細は概要欄の方から見てご連絡いただければと思います。本日も宮古津チャンネルご視聴いただきありがとうございました。また見てください。